ミスターマックスね。ミックスね。足立みつる作品ね。それなんだっけ。それミックス。村井ね。マックスね。鈴木ね。マックスね。どうも、極太の小杉です。小杉です。今回はですね、はい、プレイすると精神異常になってしまうゲーム、ミスターミックスをご紹介します。ほーそれ、なんひどい。で、僕、YouTuber 界で一番タイピング早いじゃないですか。うん、一番早い。マジでこれぐらいだから見えないレベルで打てるんですけども、うん、タイピングいろいろ調べてたら見つけちゃったんですよ。ミスターミックスを絶対知らない人が多いと思うんで、まず、はい、何なのかご紹介します、はいはいはい、1990年代の初期に子供向けのタイピングゲームとして開発されたのがこのミスターミックスなんですよ、うんうんうん、で、まあ、どういうのかっていうと、ミスターミックスっていうキャラクターがですね、うん、なんか料理を作るのに必要な食材をこうタイピングして、うんうんうん、で料理を作るっていう、まあよくある、はいはい、よくあるよくある。まずちょっと写真をご覧ください、はい、こちらです。これがですね、ミスターミックスのプレイ画面です。もう最高だね、ミスターミックスちょっと怖いね、確かにちょっと怖い感じするよね、はい、太ってて腕毛がすごくて、そうなんかちょっとここから見える首毛と胸毛の感じがほんとおじさんなんですけども、だってもうめり込んでるもんね、顔のこっから肩じゃん、だってそうなんかこの辺から生えてるっていうかデザインのゲームなんですよ、はい、ニッコニッコ笑ってるんだけど、はい、なぜか目だけはちょっと遠くを見据えてる感じの、しかも鼻切り開かれてる怖いじゃマジで怖い絵なんですけど、はいはい、まあでもまあ1990年代の、ねはいはいはい、デザインとしてはまあ言うてもね、しゃあないと、はいはい、どういうゲームかと言いますと、うん、まずですね、ステージが5段階あると言われてます、うん、まず最初の1ステージ目、10単語をタイピングして料理完成で、レベル2は20単語なんですよ、うん、でレベル3になった瞬間にですね、うん、85単語になります。ああ急に飛躍するんだね。めちゃくちゃレベルがあるんですね、はい、でレベル4が100単語、まあレベル3の時点でめちゃくちゃきついんだけど、うんうん、まあ、ギリ人でもいけるかなぐらい、はい、でレベル5になるとですね500単語になります。これ何分間なんだっけ。1分間ですね、うんうん、であの文字数じゃなくて単語数で、単語だもんね、例えばなんかバナナとか、そうそう、ね、アップルみたいな、そうだよ、を500打たなきゃいけないっていう、すごい難しいね、異常な難しさなんですね、うん、でこのゲーム何が危ないかっていうと BGM がめちゃくちゃ怖いんですよ、うん、ほうほうほう。レベル別に BGM が設定されてまして、はい、レベル1はまあ普通なんです、はい、音量も普通。レベル2になるとなぜか無音なんですよ。でレベル3にはですね、うん、なんかドライヤーをやってるみたいな、うん、ガーっていう音が流れます。でレベル4、黒電話みたいな、ジリリ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 リって感じ、そうの大音量が流れます。でレベル5は同じ黒電話のままっていう感じなんですね、はいはいはい、じゃ先に見てみますか、プレイ画面、はい、最初はこういう感じでアップルみたいな、この時点ちょっと出てる。これレベル 1? これレベル1です。レベル1今クリアしました。おー、なんかだいぶ不快ですね。なんか変な音だよね。はいはいはい。レベル2です。レベル2は無音なんで、はい、こんな感じと、はい、これレベル2をクリアしました。次レベル3ですね。これドライヤーみたいな音が流れてると、誰が選んだんだこの BGM っていうゲームクリエイターって一番ダメだよねこんなのミスターミックス、これ絶対あの人間をこれミックスしてる怖っ。キングスマンゴールデンサークルに出てくるやつ、これがレベル4ですね。急に音量が上がるっていう、誰が集中してタイピングできんだこれっていう。しかも無視めちゃくちゃ早いやんこれ。あ、これあの多分ねシステムで、ああタスね、はい、やってますね。でレベル4をクリアして、はい、次レベル5ですね。もう採石場だねこれは。もうドリルぶちかましてダラダラダラッつって、アパートってこれめちゃくちゃ苦情苦情レベルの方ですからね。レベル5をクリアして次レベル6っていうのを、はい、この間2010何年になってハッカーが見つけたんですよ、はいはいはい、このゲームちょっと不思議すぎてハッカーの人もそのタイピングが間に合わないから、はいはいはい、そのシステムを作って、はいはいはい、ちょっとレベル5までクリアしてみようと、はい、次レベル6っていうのが出てきまして、はい、このなんか急にねブルースクリーンが出てくると、はいはいはい、でこれですね、なんか色が暗転したりするんですよ。何これ、これあの普通のゲームですからね。なんでちょいちょいこう顔アップになるのこれ。だからちょいちょいサブリミナル効果みたいなのを流してくるっていう。打てねえじゃん。何言ってるの。ジャムおじさんみたいになっちゃってる。何これ。
笑い気持ち悪い気持ち悪い。で、あの単語はベイビーだけなんですよ。っていうのがこの最近になって発覚したんですけども、でこれをですねやった人たち、子供たちだね、はいはいはい、子供たちがですね、うん、なぜか夢に、はい、こうミスターミックスが出てくると、ほう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 、全員あの声、腕毛のもじゃもじゃのおっさんが出てくると、はい、両親にこう泣いて、うん、もう怖い怖いっていう事件が勃発しまして、はいはいはい、で子供たちの証言によると、うん、夢の中でミスターミックスが、うん、その不愉快な声で〇〇を言うな、多分英語だから、うん、Don't say 〇〇、はいはい、そのホニャララの文ちょっと聞こえないんだけど、はい、それを言ってたっていうのをそのプレイして夢に出てきた子供たちがみんな言ってて、はい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 、これ何がどうなってるんでしょう、分からないですけど、はいはい、実際あった事件なんですよこれが。ああ、もう本当に分からない、本当に分からない、だからみんな Don't say 何とかって言われてるっていう、多分それを何か言ってしまったら多分死んじゃうんだろうのかもしれないです、ね、やばいっすね、はい、でミスターミックスを解析したハッカーたちがですね、激ヤバ最高おじさんね、おじさんたちが、うん、おじさんって誰だで、そのレベル5を突破したですね、はい、ハッカーたちが、はい、レベル6さっき見たじゃないですか、うん、でそれがですね、あのその後このミスターミックスっていうのがクラッシュして大量のファイルを書き込んだ、自分のダウンロードしちゃってパソコンに、うん、で強制的にゲームが終了すると、うん、じゃあその書き込まれてダウンロードされたファイルに何があったかっていうと、血の涙を流している人とか、うん、なんか顔が変形した人の写真がめちゃくちゃ入ってたっていうのを見つけちゃうんですね。でこのファイルを削除しようとすると、うん、そのパソコンが逆に壊れちゃって、はい、もうリセット状態ですね、はいはい、でさっきのブルースクリーンみたいなが出てきちゃうと。まあそれでも頑張ってその6っていうのを見つけたんですけども、ただですね、そのハッカーたちその6の次レベルファイナルっていうのに進むことができたと。ちょっと待って、なんで壮大な冒険みたいなただのタイピングゲームの話だよねこれ。そうですね、6の次があると、はい、インプルダウン6の次が、雨の支流の次があったと。ただですね、レベルファイナルを見たハッカーたちはそのことを一切話さないんですよ。なんだよそれ、何も言わないんだって。なんだよそのドンセイ、あ、ドンセイ、何を言うなだ、今気づいた言えないんだ、何も言えないんだよ、はい、いや、なんだって言う、なんだよそれで、ミスターミックスは解析が成功したもののハッカーたちはですね、うん、もう何も言わず全員が行方不明になり消えてしまったという、うん、急にチープになったよめちゃめちゃチープになったじゃん急に不気味な結末なんですね。いや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 、はい、不気味ですね、お前やってんなやったな、またやったな、いや不気味ですねやっぱり、もう散々、おいまたこのパターンだよお前なんだよミスターミックス、散々聞かされてお前行方不明落ち、でも任せてください、実はですね一人だけ見つかっておりますハッカー見つかりました、行方不明事件からですね2年後ミスターミックスを解析したハッカー集団の一人が見つかりました、はい、だからこの見つかり方というのがですね、8歳の少女を誘拐しようとしていたところを逮捕されるっていう事件でした。ただの犯罪者じゃん、本当に犯罪者です、うん、で、あの指紋照合したところ、うん、君ミスターミックスを解析したハッカー集団の一人だねと、うんうんうん、その警察の情報のデータベースと照合して見つかったとそんなんだ、ミスターミックスのハッカー集団のデータベースに入ってるミスターミックスじゃなくて、うん、普通にやべえハッカー集団だったから、ああそういうことね。で逮捕された時ですね、うん、逮捕された彼は、うん、白いコック帽をかぶってまして、でもうめちゃくちゃ怖い悪意に満ちた表情を浮かべ、うん、一言、私はミスターミックスだよと言って逮捕されたって言うんですよ。ちょっと怖いじゃん以上、プレイすると精神異常を起きたすゲームミスターミックスでした。皆さんもミスターミックスに合わないように注意してください。では次回の都市伝説でお会いしましょう。さよなら。さよなら。